2024年の6月4日に撮影しています。この景色の綺麗な宇治田原から今日はお届けします。今日話したいことは2つあります。1つはまずドキドキワクワクしていますかということと、私自身ドキドキワクワクしていませんということで、毎日毎日確かに充実して過ごさせていただいてます。で、和作りの運動自体も必死になって取り組む必要がある状況なんですけども、よりもっと悲壮感じゃないですけど切羽詰まったり必死になって、2024年の6月終わってからの残り後半下半期取り組んでいきたいなというふうに考えています。というのもね、毎日が同じに感じたり、このぐらいでいいでしょうっていう、こう先の見える取り組みだとどうしてもこの後続いて運動が続いていかないんだろうなっていうことをよく感じるので、やっぱり今しんどいですけど、もっと必死になったり切羽詰まって、運動が続くように、また自分たちの居場所が作れるように、取り組んでいきたいと思うんで、ドキドキワクワクすることを6月終わってから、無人島生活終わってからなりますが、改めて探して目標、運動の目標の設定をしたいと思います。はい、皆さんもぜひドキドキワクワクすることし続けてもらえたらなと思います。ありがたいことに2020年から運動を始めて、ドキドキワクワクすることの連続でした。おかげでこんな景色のいいところで作業することもできてます。本当にありがたいです。ただ、ね、このままでいいのかとか考えるとやっぱりもっと必死になって、今から2030年のことを考えて、そこ2030年までまず運動が続くように、2024年の後半下半期を大事にしたいなと考えています。皆さんもぜひドキドキワクワクすることを探してください。やってる方は非常に幸せだと思います。はい、2つ目は、YouTube の登録が300人を超えました。ありがとうございます。で、私がいつもお願いしているのは、登録者増えてもしょうがないし、ここ見てるだけでも本当にしょうがないですよ。こうやっぱね、風を感じたり、この青空感じて、暑い中でも気持ちいい中、作業するとか外に出て行動するっていうことをね、皆さんにしてもらいたいなと思います。なので YouTube を見て、ね、いただいてる方は私に会いに来るっていうこともね、していただけると本当に嬉しいです。いつも言ってる話ですが、動画見なくても自分で何か取り組みたいこと、政治的運動したいこと、主張することがあるなんて行動してるっていう方は本当にね、素晴らしいと思います。そしてそういう方は多分動画見てる暇ないんですよね。情報見て調べてる暇がない、実践してそこの中で感じ取る、経験するっていう、ことばっかりに時間が費やされてると思いますが、はい、どんな動画にしたらいいやろうとか、できるだけ動画も自給自足だったり政治運動が定期的に広報できる案内になったらなと思います。一つ目の話に戻るんですけど、2024年の後半からはより自給自足とか自分たちの運動の中で出るゴミ、エネルギーのどうやって作るかという問題をもっと考えていきたいなと思います。はい、食べ物以外にもゴミをできるだけ再利用して、ゴミを出ない環境をする、また、自分のいらないもの、自分たちのいらないものが他の人にちゃんと使ってもらえる形を作る、ことにも取り組んでいきたいと思います。今たくさんのいろんな不要物を、ね、集めさせていただいてます。おかげさまでいろんなものが集まっているんですけども、いらないって言ってね、やっぱり受け取ることは多くても使いたいって言って受け取る人が本当にね少なくて、こうバトンのつなぎ役としてすごい、今大変になってます。当然やと思うんですけどね、皆さんもぜひね、新しいものを買うより誰々さんが使ってたとかまだ使えるものっていうものにもう一度ね目を当てて、使用していただけたらなと思います。なのでこれからもたくさんのいらんな誰々さんに使ってほしい、知らない人に使ってほしいというものを集めさせていただきます。そして同じぐらい、自分は何々使う、これでもいいから使うよっていうね、関係づくりにね取り組んでいけたらなと思います。はい、ところで2024年の後半も、和作りの運動を通していくので、ぜひ皆さん楽しみにこの動画ご覧ください。
今日の動画投稿以上です。